冬でもスポーツ第178回の今回は、七夕賞ハンデ戦なんで、ハンデ戦の付属資料みたいな形で、このハンデの解説をしていきたいと思います。今回の、七夕賞、前回ハンデ戦出た時からその後1回勝ったっていう馬は一頭もいないんで、ハンデがそのまんま行くかなと思ったら案外変わっていたので、その辺に注目をして話をしたいと思います。というわけで、その中でハンデが変わった馬をネット競馬の想定人気順上から、まずは想定1番人気谷野フランケル、前回ハンデ戦出た時は54キロだったのが55キロ、その前回のハンデ戦が、小倉大商店2着ですし、準オープン勝ち相当54キロから1キロ増えたと、その前が、ハンデ戦53キロで出てたのが54キロに増えた時には、これはね、4歳になっての年齢によるバレーハンデですね、これが変わったということで、4歳のこの距離の場合は確か1月までかな、1月までは1キロ減がバレーのハンデがあるのが、それがなくなったから53から54に増えてた。これは普通のね、準オープン勝ちはだいたいハンデ戦最初出てくるとき、オープン戦だと54キロかな、ハンデはみたいなところから、でもその中でいい内容で買ってきた馬は55キロだよねというところまで1キロ増量、実際には重賞2着の実績考えるともう1キロ一気に増えててもいいんだけど、あくまでもうちょっとやれるだろうぐらいの1キロ増ということでね、これはある程度妥当なハンデの増量だというふうに思われます。そして想定6番人気クレッシェンドラブ、この馬が前回ハンデ戦出た時が54キロから55キロへ増えたと、昇級戦の前走ということでね、ミホステークスで勝ち上がったものの、準オープンの中ではそんなに評価が高くなかったということですかね、リステッドである前走54キロでの出走でハンデ戦2着に来たわけですね。そこで1キロ増えたと、準オープン勝ちでオープンいきなり通用するってことは、準オープン勝ち馬の中ではそこそこ期待できる方だったってことじゃないということで考えると、この55というハンデであれば、妥当な範囲内かなということでね、これも非常に面白いのかなと。福島でね、構想してますし、そしてですね、雨ということで、他より1キロ2キロ軽いままではあるわけですから、これは十分勝負になる範囲だとは思います。そして想定7番人気ロードバンドール、この馬は前回ハンデ戦出た時には56キロのハンデだったのが、今回は55キロ減ってます。今年に入ってからも阪神大賞典3着とかってね、結果は出てるわけで、注目が必要な馬のはずではあるんですけれどもね、なのに減ってるってあたり、前回勝った時から年月が経ってることが原因なのかなという気はします。ただその前もね、中日新聞杯3着、小倉大賞典4着とローカルの芝2000前後の重賞でも結果をそこそこ出してますし、それから1キロ減る、村馬だし、逃げ馬が多い中で前に行く客室なんでどうかなというのはあるんですが、揉まれなければ、阪神大賞典3着みたいな競馬ができれば、1キロ減った分非常にプラスに出るはずなのでね、これは単勝とかね、買いどころはあるはずだというふうにも考えてはいます。そしてもう一頭が想定13番人気ベルキャニオン、前回のハンデ戦56キロだったのが今回は55キロ、ただこの馬の場合は準オープン勝ち上がってからそんなに重だった結果を出してないっていう意味では、ハンデは56じゃなくて54、5でいいだろうというようなところにいたものが、3歳児にプリンシパルステークスオープン特別を勝ってるなんてこともあって、最初に56というね、ちょっと重すぎるハンデがつけられてしまって、そのまんまね、8歳の前走まで無駄にハンデが反映され続けていたなんていうところがあるんで、5年前の勝利にね、あれでっていうところから適正なハンデに落ち着いた、前走休み明けで大敗してますが、昨年の秋もね、オープンで好走してますし、このメンバーならまだまだいけるはずということを考えれば、ハンデが1キロ軽くなったのは非常にプラスというね、買い要素。そういう意味ではね、今回くしくもこのハンデが変わった連中みんな斤量55キロになってますが、斤量55キロの馬に注目なんていうことでもね、いいんじゃない、雑な理解で言えばいいんじゃないかなというふうに思っております。以上、ハッチーでした。